モンゴメリー・カニンガム・メグズは、アメリカ陸軍の職業軍人、土木技師であり、ワシントン DC の多くの施設の建設技師となった。南北戦争の時は、北軍の主計総監だった。なお、彼の名前である、メグズは、実際の発音に近いであろう表記である。日本のメディアでは、モンゴメリー・メイグズと表記されることもある。メグズは、ジョージア州オーガスタで、 チャールズ・デラシナ・メグズ博士の息子、かつ研究者の女妻やメグズの孫として生まれた。少年の時に、家族と共に、ペンシルベニア州に移転し、当初は、ペンシルベニア大学に入学したが、陸軍士官学校入学を指名され、1836年に、卒業した。第一アメリカ砲兵隊の将尉に任官されたが、その軍歴の大半は、砲兵司令部であり、 そこで重要な建造計画に携わった。初期の任務としては、デラウェア川のミフリントリデやデトロイト川のウェイントリデの建設に貢献した。また、当時中尉のロバート・イーリーの指揮下でミシシッピ川の高校生改善を行った。また1844年からニューヨーク州北部のシャンプレーン湖でモンゴメリートリデ建設に関わった。 戦前のメグズのお気に入り建造計画は、ワシントン上水道であり、これを1852年から1860年まで、監督した。これには、キャビン・ジョン・クリークにかかる、記念碑的、ユニオンアーチ橋の設計も含まれていた。この橋は50年間も、世界で最長の石造りアーチ橋であり続けた。1853年から1859年、 アメリカ合衆国議会議事堂の両翼とドームの建設を監督し、1855年から1859年は総合郵便局ビルの拡張も監督した。モンゴメリーカニンダムメグズ1860年秋、購買契約に関する意見不一致の結果として、メグズは陸軍長官ジョン・ブキャナン・フロイドの不況をこうり、メキシコ湾のドライトートガス諸島に左線され、 そことキーウェストの防御工作を行うことになった。数ヶ月後にフロイドが辞任したので、メグズはワシントンの浄水道の仕事に呼び戻された。南北戦争が勃発する直前、メグズとエラスムスディーキーズ中佐が、エイブラハム・リンカーン大統領とウィリアム・スワード国務長官に密かに命じられて、秘密の遠征隊によってフロリダ州。 ピケンズトリデを解放するための作戦を作るようになった。1861年4月、海軍のデイビッド・ディクソン・ポーター隊と共に、海軍長官も、陸軍長官も知らないままで、大統領の命令で遠征を実行した。1861年5月14日、メグズは、第11アメリカ風評連隊の大佐に指名され、 翌日には、巡視と取り軍の死刑総監に昇進した。前任の死刑総監、ジョセフ・ジョンストンが辞任して、南軍の将軍になったためだった。メグズは、効率的で、人遣いが荒く、貴重面なくらい正直だという評判を勝ち得た。大きくて、いくらかは、上慢な部局を戦争のための大きな道具に変えた。軍事作戦で、 兵団準備の重要さを正当に評価したことでは最初のものであり、その指導の下でかつてないくらいの効率の良さで長い距離を物資を動かし部隊を運ばせた。主計局におけるその仕事についてジェームズ・ g ブレインは次のように述べた。モンゴメリー・ c メグズは士官学校の卒業生の中でも最上級に有能なものであり、主計総監として実行した。 計り知れないぐらい重要な働きによって、部隊指揮からは遠ざかった。おそらく世界の軍隊の歴史で、一人の男の命令でこれほど大きな金が動かされたことはなかった、はずだ。戦争中に支払われた金は15億ドルを下回ることはなく、最後の一戦とまで裏付けられ支出報告された。国務長官、ウィリアム・スワードの評価では、 この優れた軍人の貢献がなければ、この国の利益は失われるか著しく危険にさらされていたということだった。モンゴメリー・カニンダム・メグズ南北戦争中のメグズの働きには、ユリシーズ・グラント中将のためにフレデリックスバーグや、ベルプレーンの補給基地の指揮や、南軍ジュバルアーリー中将がワシントンを襲った時の、 首都防衛に陸軍賞コイの師団を指揮したこと、ジョージア州サバンナで、ウィリアム・シャーマン少将の軍隊への補給を自ら、監督したこと、及びノースカロライナ州、ゴールズボロとローリーで、シャーマンの補給線を再開させたことが含まれていた。メグズは1864年7月5日に少将に名誉少使にした。メグズは、南部の生まれであったにもかかわらず頑固なまでの、 連邦主義者であり、アメリカ連合国を嫌をした。ロバート・イリーの妻メアリー・アンナ・カスティス・リーが所有する、バージニア州アーリントンのカスティス邸宅を、軍隊の墓地として使用することを提案した。この推薦に基づき、アーリントン国立墓地が1864年に創設された。同年10月、メグズの息子、ジョン・ロジャース・メグズ中尉が、 バージニア州スイフトランギャップで戦死し、アーリントン墓地に埋葬された。1882年、アメリカ合衆国際高裁判所は、メグズが推薦し、陸軍長官、エドウィンスタントンが確認したアーリントン墓地の件は、違法であり、リー将軍の長男、ジョージ・ワシントン・カスティス・リーに資産を返却すると、裁定した。リーは、 墓地として使われている土地の一部をアメリカ合衆国政府に15万ドルで売却した。これはこの資産に対して公正な市場価格と考えられた。この裁定はメグズにとって大きく不都合な影響を与えた。歴史家たちは一般にメグズがこの敷地を北軍の墓地として使うよう推薦したことはその元上官だったリーに対する報復と嫌悪感の 行動だと見ている。1865年、メグズは、エイブラハム・リンカーンの葬儀で、議場兵を務めた。メグズは、南北戦争後も、主計総監として、新しい陸軍省、ビル、国立博物館、ワシントン上水道の拡張及び、記録会館の計画を監督した。 同僚の主計官であるローリフ・ブリンカーホフと共に、第一次世界大戦まで主計局の役員や、コインの標準書と考えられた論文である、法史的主計官と題する本を編集した。1866年から1868年、メグズは、戦中の任務による疲労を癒すために、ヨーロッパを訪れ、1875年から1876年には、 ヨーロッパの軍隊組織を学ぶために再度訪れた。1882年2月6日に陸軍を退役した後、温休ジムビル、現在の国立建造物博物館の建築家となった。スミソニアン博物館の理事となり、アメリカ哲学会会員、また全米科学アカデミーの最初期会員となった。メグズはワシントンで短期間に編んだ後に死に、その以外は、 アーリントン国立墓地に軍装の例で葬られた。その死にあたって発せられた一般命令では、陸軍は非常に多種の重みある責任を政府が託し、またそれだけの信用に値することを証明してみせた。士官は滅多にいるものではなかったと宣伝した。南北戦争終結に続いてアメリカ合衆国議会は、 古参兵や戦死者の遺族と扶養家族等に未亡人と孤児の双方に送る恩給の範囲を大きく拡大する法律を成立させた。このことで新しい社会保障体系を実行し管理するために必要とされる事務員の数は1500人以上に膨らみ、すぐに彼らすべてを収容する新しい建物が必要になった。現在は 国立建造物博物館となっている、この新ビルを設計し建設するために、メグズが選ばれた。メグズはそれまでのワシントン DC にある、政府建物の基本となってきた確立された、ギリシャローマ風の様式から離れ、イタリアルネッサンス様式の洗礼、例えば、ローマのパラッツォ・ファルニーズや、パラッツォ・デラ・カンチェレリアに、その設計を基づかせた。その設計には、 長さ1200フィートのキャスパー・ブバールによる彫刻がある、フリーズがあった。そのような大きさの彫刻を仕上げることは、メグズの予算をかなり超えていたので、ブバールには28の異なる場面を作らせ、続いて、これらを組み合わせて、幾分就職を加え、連続した1200フィートの行列を作り出し、1300人の人物を配した。 28の部分が就職され組み合わされるというやり方のためにいくらか注意してみないとフリーズに同じ人物が何度も何度も現れることに気づかなくなっている。この彫刻には不評、水兵、砲兵、機兵及び医療部隊、さらにはかなりの物資と補給の機能が含まれている。メグズがブバールに送った書簡ではメグズが黒人で プランテーションの奴隷で戦争で解放された一人の漁者が主計局のパネルに含まれていなければならないと主張していたことがわかる。この人物は結局建物の西原環状の中央に置かれるものとされた。フィリップ・シェリダンがこの建物についてコメントを求められたとき、その回答は当時のワシントン支配者総大犯の感情を反映したものであり、 この建物について唯一見出せる欠点は、それが、大化建築だというものだった。完成した建物は時として、メグズの古い赤倉庫と呼ばれることもあり、150万個以上のレンガで作られており、当時の笑い話では、ドケチのメグズが一つ一つ数えたということである。ありがとうございます。